7. ヒドロキシフィノキシゾンリトマスの粉末粉吹きから草ごけ。リトマスは、リトマスごけなどある種の地衣類から得られる紫色の染料。複数の化学物質の混合物である。CAS 登録番号は1393から92から6。主に試験薬として用いられる。リトマス市では、酸性、アルカリ性が簡単に判定できるため、 物事を見極める尺度の比喩表現としても使われる。1300年頃、スペインの錬金術師、アルナルドゥスで、ビラノバが発見した。天然のものは、主にリトマスゴケから得られるが、他にも多くの種類から得ることができる。現在は人工的に合成することが多い。現在は染料としては使われず、三塩基士字薬として用いられる。PH 4.5の酸性では赤、pH8.3 のアルカリ性では青く定色する。リトマス白紙に染み込ませたものは、リトマスしまたはリトマス試験紙と呼ばれる。市販されているリトマス試験紙には出荷状態で赤色のものと青色のものとがある。これは製造工程で添加する硫酸の量の違いによる。これらの色の変化により、酸性、アルカリ性、 中性を判定できる。なお、リトマス試験紙は、本来のリトマスの色より淡い、ピンクと空色である。リトマス試験紙では変色域が広く、液性が酸性化、アルカリ性化を判定することしかできない。このため、小学校や中学校の理科の実験では簡易的な、液性の判定に使われるが、高等学校の化学の酸アルカリの濃度を求める中和滴定の実験では、 中和点を正確に判断できないという理由から用いない。ありがとうございます。